います。今日は先日拝見したソーシャルネットワークについて語りたいと思います。デビッド・フィンチャー監督、セブンが売れたことによって、ちょっとトリッキーなどんでん返しを必ずつける監督みたいな言われ方をしたのですが、作風としてはデビュー作エイリアン3も見れば分かる通り、ちょっと大敗的な美しさを見せるみたいな、当時 のミュージッククリップとかで流行ってた、まあミュージッククリップ出身の人ですから、そういう手法が得意で、ナインチネイルズの、ミュージッククリップにも関わったり、セブンでも有名なオープニングにはナインチネイルズのクローザーのリミックスバージョンを使ってたりして、なぜこんな話をするかというと、今回のデビッド・フィンチャー作品はナインチネイルズの音楽を使っていると。で、まあところどころに独特な大敗感があるんですけれど、パニックルーム以降くらいのデビッド・フィンチャー作品っていうのは未来的に洗練されたイメージになっちゃって、ぺったりとしちゃったかなっていうのがあって、オンリー のミュージッククリップを見てもちょっと、ナインチネイルズの PV がこんなにシンプルでいいのって思っちゃって、もうちょっとなんかまがまがしいものを見せてほしかったなというのはあるんですけれど、内容は有名な Facebook 創設者の話なんですけれど、この人物が非常に頭いいんですけど、人間らしい感情を持っていなくて、でそれが、ストーリーが進むことによって、何かしら人間らしくなっていくのかなと思いきや、ずっと人間らしくないような理論武装した若者のままなんですけれど、熊代監督も言うように、人は変わらないものなのかなってこういうのを見ると思ってしまうんですけれど、その変わらないことで結構笑わせてくれて、この笑わせ方っていうのはむしろスティーブン・ソダーバーグあたりが撮った方がうまいんじゃないかなって思うんですよね。まあ個人的にはその全く感情移入ができないっていう意味では、しましょう。